¡Señor!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
佐藤さん。 お荷物は全て正室に運び込みました。旅立ちにふさわしい素晴らしい朝でございますね。佐藤さん、今まで本当にお世話になりました。葬儀によろしく伝えてくれますか？それは ご自分の口からお伝えする方が良いかと存じます。なるほど。あ、葬儀。どうして。<笑>親友の旅立ちだ。見送らぬわけがないだろう。ありがとう。女王陛下の国でお前と大暴れするのを楽しみにしていたけど。 うん、どうやらそいつはまたの機会だな。貴様と再び法廷で向き合う日を楽しみにしている。あ、でも弁護士同士じゃ向き合うのは無理じゃないかな。俺は検事になる。しばらくはバンジークス教のもとで勉強する。そして いずれは死神に被験する検事になってやさ。そっか。なるほど。一つ頼みがあるのだが。なんだ？
今しばらくこいつを持っていてくれないか。カルマ、どうして。俺は見てしまった。あの日、俺の中に住む魔物の姿を。あの刑事と対峙した最後の時、瞬きにも満たぬほんの刹那、俺はあの刑事に対して確かに殺意を抱いていた。人の心に救う魔物、そいつは俺の中にもいたのだ。俺はその事実を永遠にこの胸に刻む。そしてその魔物に見入られた者たちとこれから対峙していくつもりだ。検事として。それがお前の覚悟ということか。俺が自らの中に住む魔物を切り伏せる、その日まで。これは貴様に託す。受け取ってくれ。ああ、分かった。確かに預かっておく。それではその日まで、僕は僕の道を行くよ。あの、なるほど様。これからなるほど様が進まれていくその道、私がお供してはお邪魔でございましょうか。え、それは僕だって一緒に来てほしいです。でも佐藤さんは思った通りだな。あ、葬儀、本当に変わらない。お前らしいことだな。なるほど。思った通りって、まさか知ってたのか。あの日、バンジークス教の裁判が終わった夕刻、彼女は一人で検事局を訪ねてきたのだ。え、御言葉教授と話したあの日。なるほどと共に日本へ。はい、勝手なことを言って申し訳ございません。それを言うためにわざわざ、義理がたいことだな。それで、あいつは何と。あの方は何もおっしゃりません。もしかしたらご迷惑なのかも。あいつも義理がたい男だ。言えるはずがないだろう。あいつのそばにいてやってほしい。これは俺からの頼みだ。はい。佐藤さん、いかがでしょうか。なるほど様、佐藤さんが隣にいればどんな法廷でも怖くありません。これからも僕と一緒に戦ってくれますか。ふつつか者ではございますが、よろしくお願いいたします。あ、僕の方こそふつつかっぷりでは負けませんよ。どうかされましたか。でも佐藤さんの荷物は。もう出航の時間です。あ、それならば心配ございません。
スサトの荷物はすでに船に積み込んでございますので。え？さすが優秀なホーム女子だな。なるほどくん、そろそろ出航の時間なの。それでは行くがいい。達者でな。なるほど。アソーギ、剣を抜け。いつか僕たちの道が再び交差するとき、お前と琴ノ葉の刃を交わすことになるだろう。その時を待っている、弁護士として。その言葉を聞きたかった、相棒。それではまた会おう、アソギ。ああ、必ずな。なるほど。ホームズさん、本当にお世話になりました。ああ、本当にね。お世話をしたものだよ、君。このご恩は一生忘れません。忘れられてたまるか。ぜひ思い出してほしいものだな。今度僕が君たちの国にお邪魔した時にね。実はこいつは意外に知られていない事実なのだが、この地球はね、思ったよりも狭いのだよ。いつかぜひ日本に来てください。その時はもう全力で歓迎いたしますとも。それなら私も行くもん。そうと決まったらしばしのお別れだね、諸君。これで僕の物語はおしまいだ。不思議な運命で地球の裏側まで旅をした僕は、一生をかけて旅を続ける僕だけの道を見つけた。この長い旅のどこかできっとまた彼らに出会う日が来る。その時僕は懐かしいあの声を聞くはずだ。さあ、ゲームの始まりだ。東より訪れた友を乗せた船が水平線の向こうへ遠ざかっていく。だがホームズの顔は明るかった。時代が流れても友情は変わらないよ、ワトソン。彼らに会いたくなったらそっと目を閉じればいいのさ。私はそっと目を閉じる。その時私は懐かしいあの声を聞くはずだ。意義あり。また会おうね、なるほどくん。